今回の水原氏のニュースは普通のニュースチャンネルでも流れてたの？全国ネットのニュースチャンネルで流れてたよ。何人かは逆に大谷が全て知っていて、大谷が嘘をついていると思っている人もいるとは思うんだけど、そちらではどうなんだい？そう思っている人もいることは確かだね。僕の友人でロサンゼルスに住んでいるコスモです。コスモ、元気かい？今二人で DNA にいたトレバー・バウアーのことを話してたんだ。コスモはいつもトレバー・バウアーの YouTube チャンネルを見ていたらしいからね。すごくいい動画だと思うよ。日本と日本の球場のこと、それに日本のプロ野球の裏側がよくわかるんだ。So anyway, yeah, as you know, 君も知っている通り、大谷選手の通訳、水原氏が、大谷選手の口座からお金を取ったという話なんだが、このニュースはアメリカではどのぐらいの規模で扱われているんだい？日本ではニュース番組、ゴシップ番組、もう24時間このニュースが流れている感じだよ。そのぐらい大きなニュースなんだ。まあアメリカでは少し違う感じだけど、先週末は結構ニュースで流れてたね。結構細かい部分までニュースでやってたよ。だから僕も先日の大谷選手の記者会見が早く見たかったんだ。あの記者会見がアメリカでも流れていたので僕も見たけど、かなりの数の報道陣がプレスルームに集まっていたね。まあ日本ほどじゃないんだろうけれども、アメリカでもかなり大きなニュースにはなってる。おそらくまた新事実が発覚したらニュースで発表されるんだろうね。アメリカでは大谷水原関連のニュースは普通のニュース番組でも流れてるの？もちろんロサンゼルスでは大谷選手はドジャースのビッグスターだから、ロスの人々にとってはこのニュースはとても気になる話だとは思うんだけど、一般のニュースチャンネルの方でも流れているの？そうだね、アメリカ全土向けのニュースでも流れてるよ。 ESPN のスポーツチャンネル以外でも流れてるんだ。そうだね、見るニュースすべてでこのニュースが流れてたよ。本当にアメリカでも大きなニュースになってるんだね。そうだね、スポーツの結果のニュースが終わったらすぐこの話題に切り替わってたよ。 でもコメンテーター一人一人が全く違う意見を言うから、僕もどの意見を信じていいのかよくわからなくて、 A さんはこう思う、 B さんはこう思う、そんな感じだね。真実が知りたいよ。もう真実は大谷選手が話した通りだとは思うんだけど、大谷選手の記者会見の中で僕は何も知らなかったんだということを言っていたけど、水原氏が違法ギャンブルをしていたことも、大谷選手の口座からお金がなくなっていたことも、本当に僕は何もしていなかったんだということを強調していたけれども、まあ僕は大谷選手は真実を述べているとは思うんだけれども、アメリカ人の中には実は大谷選手は全て知っていて、大谷選手が嘘をついていると言っている人もいるの？そうだね、そういう人も何人かいるね。僕は大谷選手はすごく真摯な気持ちで野球に取り組んでいると思うし、つまらないことをやっている時間はないと思うんだけどね。でも水原氏がどうやって大谷選手のアカウントにアクセスしたのかとか、確かに疑問はいろいろと残るけどね。果たして大谷選手が水原氏に銀行口座の情報をいろいろと教えていたのか。まあ僕はそうだと思うけどね。パスワードにしろ、いろいろと知っていたんじゃないのかな。ハッキングはさすがに難しいとは思うよ。でも、すごい大きな額のお金が動いているからね。
なぜ大谷選手は分からなかったのかっていう疑問も残る。大谷選手は細かいことをいろいろとチェックしなかったんだろうね。とりあえずお金をたくさん持ってるから。お金がありすぎるのも問題だよ。まあいずれは大谷選手も分かったんだろうけれどもね。誰が僕の口座からお金を動かしたのって。そりゃそうだろうね。水原氏があのニュースが出る前に、ESPN の記者のインタビューに答えていたって話なんだけど、韓国での開幕戦の後、水原氏がチームメイトや大谷選手の前でギャンブル依存症のことや借金のことを話したんだけど、それをおかしいと思った大谷選手がその後水原氏と2人で部屋で話したっていう話だった。そこで水原氏がお金を抜いたことを嘘をついていることが発覚し、大谷選手がエージェント、弁護士、チーム関係者に連絡をしたという話だよね。そこで全ての人たちが水原氏がやったことの真実を知ることになるわけだよ。で、水原氏が解雇されたんだ。水原氏が今どこにいるのかわかんないけど、多分まだ韓国かな。大谷選手側の被害届が受理されて、水原氏が立件されたらアメリカに入るや否や逮捕されるね。水原氏は違法ブックメーカーから借金をしてギャンブルをしていたようだね。違法ブックメーカーのボイヤー氏は水原氏がお金を持っていないのを分かっていながらギャンブルをさせていたみたいだ。アメリカでは違法ブックメーカーのボイヤー氏のこともニュースになっているよ。そうだね、ニュースになっているよ。違法ブックメーカーのボイヤー氏に関しては数ヶ月前から捜査の手が伸びていたようなんだ。ネバダ州ラスベガスに行けば、僕たちはどんなスポーツにも賭けをすることができるよね。アメフト、NBA、野球、ボクシング、スマートフォンを使ってスポーツに賭けをするのは最近はみんなやっていることなの？スポーツ見るのが好きな人たちの一部はやっているね。アメフトを見ながらかけている人たちはいるよ。アカウントはすごく簡単に開設できるし、 NBA からカレッジバスケットボールまで何でもかけれる。まあいろんなゲームにかけることはできるんだけれど、確かに高額をかける人もいる。でも大体は25ドルとか50ドルとかそんな感じ。日本でアメリカのスポーツに対して賭けをすることはできるの？まあどこかにそういう胴元もいるんだろうけれども、基本はダメだね。僕は聞いたことがない。もし僕が君にアメリカでギャンブルのためのアカウントを開いてもらって、僕が日本で集客をし集金をし、君に今夜のこのゲームに対していくら賭けてくれと言えばできないことはないよね。日本ではそれは違法なことだし、僕は聞いたことがない。でも僕がさっき言ったやり方でやっている人間はおそらくいるだろうね。僕たち二人でやったら金儲けできるぜ。困ったな。僕には言わないでおくれよ。コスモ、今日は本当にありがとう。アメリカでの報道事情がよくわかったよ。シーズンが始まったら僕たちは大谷選手を応援するだけだ。ほとんどの人たちはドジャースや MLB を楽しみたいだけだ。バイバイコスモ、 Thank you。 You're welcome。